新月立橋は、東京都中央区筑田、東京都中央区月島に架かる立橋で、筑田大橋通りとも呼ばれる、東京都道473号新富春見線を通す立橋である。東京都中央区筑田一丁目、東京都中央区月島一丁目を分かつ方では、隅田川に架かる、筑田大橋と、東京都中央区筑田三丁目と東京都中央区、 月島二丁目を分かつ方では、浅潮運河に架かる浅潮大橋とそれぞれ接続する。新月立橋は徒歩では渡ることができないので、歩行者は新月立橋の下の歩道を歩く必要がある。佃川支線の終端部である佃堀。佃堀の奥にある緑色の橋が、佃川の後にある新月立橋。新月立橋のある位置には、かつては佃川が流れていた。 佃川は東京都中央区の現在の佃と月島の間を流れていた川である。佃川には三つの橋梁がかかっていて、佃と月島を結んでいたが、佃川の埋め立てにより佃と月島は地続きとなった。佃川の跡地に新月立橋がある。佃大橋が先に完成し、その後完成した朝潮大橋とを連絡している。なお、筑川の筑川には、 支線があり、佃川支線は現存する。佃川の埋め立てにより、佃川支線の終端部となった部分が佃堀であり、新月立橋の付近にある。下記の施設が設置されている。以下の通りと立体交差する。東京地下鉄有楽町線は本立橋と並行している。道路、橋梁詳細、新月立橋中央ナビ。ありがとうございます。